はいどうも、ハマラボです。今回はサラリーマンの街、神田をブラブラしていくよ。東京駅から2分です。笑っちゃうね。はい、ということで始めていきます。まあ、ここどこっていうのは多分ね、ちょっと分かりづらいと思うんですけども、JR ではなく、地下鉄の神田の、出てきたところがこんな感じのところに、まあ、改札いくつかあるからね、ちょっと分かりづらいところがあると思うんですけども、角のスターバックスがある近くです。天がね、お世話になっておりました。最近はもう使ってないけどね、あのグッドデザイン賞を受賞したっていうのを確か聞いたことがありますね。確かにね、あの見た目わかんないですよね。でもあの今結構多くの女性がテンガがどういうものかっていうのは周知の上らしいので、ぜひぜひね、あのうちの奥さんバレないだろうと思ってるのは本当に要注意ですよ。あの僕の話、あ、これ見ていきましょう。僕の話しても面白くないですしね、いつかあの1万人ぐらいになった時にライブ配信できたらなと思ってます。じゃあ引き続きどうぞ。ちなみにですね、このね、いやちょっと今見切れてたな、あの店いいですよ。うん、行ってみてください。あの店って、店の名前教えろって感じだよね。すいません、スルッと流れちゃいましたね。はい、ということで神田はどんどんね、神田は結構ね行ってた時期があったんですよね。今みたいなね、こういう騒ぎになってないかった頃は、まあ、結構行ってたかな。だから知ってる店も多いですね。今どうなってんですかね。僕は今この2年ぐらいは神田で飲んではいないですね。ちなみにこの先にちょっと苦々しい思い出があるので、その辺もちょっと語っていきたいな、語っていきたいなって、そんなに時間は取らないんですけど、いつかその辺もね、あの語れるようなライブができるだけユーザーさんというか登録者数が増えたらやっていきたいなと思ってます。はい、まずはねこのビルなんですけど、このビル結構こうスルンとしてる感じなんですよね。このラウンジは僕行ったことないんですよね。ただなかなか入りづらいですよね、この感じだと。歯医者があってうんぬんかんぬんですからね。でもこの先にもう本当入りづらいけど入りたくなる店が出てきますので、ぜひぜひ待っていただけたらなと思います。飛ばさずにね見てください。はい、もう2秒ぐらいで着くはずです。いいですね、動画ってすぐついて。はい、このビルです。このグリーンのビルはねずっと変わらずなんですけども、まあ、結構ガールズバーとかね、スナック関係がいっぱいあるんですけども、どことは言いませんが、まだありますね。安い印象を受けるけど、実際払ったのも2万ぐらいですね。1時間ちょっといたかな。結構飲ませて女子が、まあ、僕の時だけかもしれないけどいたのでね、気をつけてください。まあでもママみたいな人がすごく綺麗だったから、まあ、ね、鑑賞料として払ってると思えばまあしょうがないかなっていうところはあるんだけど、まあ、気をつけていきましょうって感じです。ここら辺はですね、ちょっといかがわしい店エリアになってきます。メンズエステってね、なんかできるのできないの論争あるんですけど、僕はできた覚えがないんですが、皆さんいかがでしょうかね。ほんとなんか、つばめ屋さんね気になってたんですよね。ぜひ行ったことがある方いらっしゃったら感想を持ちしてます。どういう店なのかね、ちょっとあのアニメ系のやつ、あ、出た、ルックルックね、こんにちはね。はい、ルックルックこんにちはで、あなた分かったらもう昭和世代ですよ。ルックルックは結構ずっとあるよね。まあ多分一度は行ったことがある人もいるんじゃないでしょうか。あんま詳しくは言えないから行ってみて確認してください。はい、でこの辺はまたスナックとか居酒屋界隈のエリアになってき
ます。まあそうだな、でも多分飲むってなったらここら辺なんじゃないかなと思うんですけども、あとあの商店街の方とかもありますよね。それこも映しているのでお待ちいただければと思います。この城っていうところじゃなくて、ここのねビキっていう店、コリアンバーなんですけども、おすすめです。基本的に何つったらいいんだな、今目の前にいるようなサラリーマンがほぼ9割かな、僕が行ってた時はですけども、うん、働いてる人は、コリアンの女性だけですね。確かオーナーもコリアンだったような気がします。あ、ここね、うん、このねキラキラ光ってる看板をね停止しながら見てほしいんですよね。ほんとゾクゾクしますよ、ゾクゾク。気にならないやつはいないと思うんだけどな。ちょっとね動画なんでストップして語るってことできないから次に行っちゃいますけど、この辺も、まあ、居酒屋界隈ですね。結構神田の特徴って居酒屋とスナックとかキャバクラとかが混在してるんですよね。なのでなんかこうはしごがしやすい。例えば僕がよ、まあうん、今はあんまりないですけど、居酒屋に行って一回キャバクラ行って、で焼肉行ってガールズバー行ってみたいな、こうなんて言ったらいいんですか、はしごするパターンっていうのはしやすいです。ラーメン屋さんとかも結構ありますね。あと回転寿司とかもあります。だからそんなこうがっつり食わなくても、とりあえずこうちょろっと食って、でちょっとルーレットドンみたいな感じで、まあ、夜のお店行ってちょっと外れだったね、じゃあ反省会ついでに居酒屋で焼き鳥食べながら、でも実際ね会計するのが2000円ぐらいで出ちゃって、また次女の子探しに行くみたいなのが、まあ、できやすい感じですね。まあね、焼き鳥で2000円しか払ってないのに、ガールズバーとかキャバクラで2万円払ってんだから頭おかしいですよね、本当に。でもそれがなんかねもうかっぱえびせん状態になっちゃうんですよね。この東京ガールズカフェなんですけども、まああんのかな、ちょっとこの映像は去年の映像、2021年の映像なので、ちょっと今あるかどうかわかんないですけども、結構当時はブイブイ言わせてた店でしたね。多分アルコールメーカーとタイアップした店だったんじゃないかなと思うんですよ。神田以外にも赤坂とか、もう一個どこだろう、上も違ってたかな、なんかいくつかね同時多発的にお店が展開してて、でも何かねちょっと、うん、あんま詳しくないんですけど、はい、続きます。あ、ここですね、ここが、商店街の通りなんですけど、あ、これシュッシュかな、あ、ちょっと違う、あ、でもねここはぜひお金に余裕があるなら行ってほしいなっていう店です。この黄色い方ですね、地下に行く方です。映像のこの行って帰ってくるときにまた写真じゃなくて映像がありますので、そこでもまたチェックできます。お待ちください。ここも多分シュッシュグループじゃないかと思うんですが、神田の配信したときもなんか似たような看板があったと思うんですが、多分確かに、うん、そこと同じ系列だったような気がするんですよね。上野とかにもあります。この先にもねラウンジとかスナックありますね。ただメインで言うとここまで来なくてもいいんじゃないかなと思います。はい、ホッピーの看板が邪魔だったなねえ、もっと僕に影響力があればちなみにこういう風にね夜の街をこう盛り上げたいというか行ってみたいなと思ってもらえたらと思うので、こういう映像を配信しているので、ぜひぜひね看板は見やすいところに置きましょうとか、映しやすくしてくれると嬉しいですという感じです。表に出すちょっと難しいでしょうけどね。この目の前の短パンのブルーの人なんですけども、多分味日本人じゃないと思うんですよね。うん、まあ
詳しくはあんま言いにくいところはあるんですけど、はい、特徴の一つが出てましたよね。はい、で戻ってきましたよ。ここなんですけど、だんなくなってはいはいなんです。なんか一瞬パンツ履いてんのかっていう疑惑を感じるんですけど、ここも大変ですよ。ここもほんとここもね、お金はたくさん持ってった方がいいです。あれじゃあ、あれです、あの数千円じゃないですか、プライス表の中で。まあ皆さん多分これを見ている方っていうのは大体相場感が分かってると思うんですけど、まあ、もし分からなかったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。あの値段で済むわけがないですよね。あのぼったくりではないですけどね、あのちゃんとプライス表は別にちゃんとあって、それの通り計算していくと確かになっていうのと、誘惑がね、あの止まらないので、そこに決別できる男性がどれだけいるのかっていうところが、やっぱりこう夜の街の中の駆け引きになってくるんじゃないかなと思います。はい、続きまして次のシーン出てかな。さあ来い。ここ僕の視聴者さんならどうでしょう、見覚えないでしょうかね。セクシーキャット、これ確か小田原編で映したような記憶があるんですね。まあ同じ系列なのかたまたま一緒なのか分かんないですけど、本当すらも一緒だったような今ね感じがしたんだけど、違うのかなっていう。安いですね、50分2000円。なかなか気になりますね。セクシーキャット行きつつのさっきの50分2000円も悪くはないですね。9800円も確か一緒の値段だったんじゃないかなっていう。ぜひ過去動画チェックしていただけると嬉しいです。続きましてここもおすすめです。アネキャバですね。これも上野じゃなくてどこだっけ、東京駅とか日本橋で映したところと同じグループですね。ここは地下にあるんですね。1900円ね、これだけで済むのかっていうところですけど、まあ、もちろん指名しないとか、女性ドリンクしなかったら、まあ、しなかったらなんかおかしい、まあ、一杯おごるってことしなければ、まあ、それで済みますね。まあ、なんですかね、かっこ悪いですよね。せっかく自分だけ飲んで一緒についた女の子を飲ませないなんて、なかなかそんな紳士はいないですよね。夜の街で遊ぶ以上それなりにね、やっぱり諭吉さんは、あ、これからは渋沢栄一さんを持ち歩けねばならないなというのは皆さんお分かりなんじゃないかと思います。お金ない時って行きたくてもやっぱ我慢しますよね。2900円だけ握りしめて行くやつはいないんじゃないかな。なかなか寂しい思いするし、多分ね、もう一回行きたいなと思うんだろうから、そこはねちょっと倍以上はやっぱ持ってった方がいいんじゃないかなと思います。はい、このビルなんで映してるかというと、前は2軒あったはずなのになくなってるんですよね。あれ、しかも結構ねグレード高いのが揃ってたんじゃなかったかなって。ここもね、ちょっとどうなのっていうあのねっていう、でも男性が看板に入ってるから多分あれはまあ普通のやつでしょうね。つまんない全然面白くないです。はい、でこの辺なんですけど、立ちんぼが通常夜はいます。結構可愛い子が立ってるので、おそらくこう優柔不断な人はね入りたくなっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。40分2000円ですね、うん、まあまあまあ神田だったら普通じゃないですかね、まあ、ちょっと巻き戻してもらうと確か30分800円とかありましたけど、毎度言いますが、おこれは小学生、ね、なんかこれが思い出として、そういえば20年前もここ、こうやって歩いてたなみたいなことになるんだろうなと思います。結局ここで飲むんかいっていう。もうこれだけ居酒屋とかがあると、いや本当都合がいいサラリーマンの街だって言われるのは分
からないでもないってこう分かっちゃうよね。もうちょっと気になってたんですよ、神田ガールでワインバーみたいな。鳴子坂じゃないっちゃ。フォークダンスで鳴子坂でないっちゃ。これどうやって行くの？そうですね、神田でも、僕は結構おすすめですね。コスパがいいですよね。あと店の選ぶパターンが多いので、困ったら別の店行こうっていう切り返しができる意味ではすごくいいと思います。ちなみにこの後ですね、ちょっとこう謎な女性が入ってくるので、そこら辺も見ていただければという感じです。まず第一の謎ポイント、ここのレインボーがレンタルルームなんですね。皆さんぜひレンタルルームが何かというのは新橋編を見ていただきたいと思います。で、中にどこにレンタルルームがあるのかな、ないんですよね、書いてないんですよ。もしかしたらビル間違えてるのかもしれないですけど。で、まあ、とりあえず奥に行くと船体があるんですよね。確かさっきの看板には船体は書いてなかったんですよ。もうほんとコナン君シリーズじゃないですけど。で、戻るんですよ。で、そしたらですよ、ほらでしょ、ちょっとこう気になりますよね。なので To be continued にはなるんだけど、ぜひぜひ気になる人はあのビル行ってみてはいかがでしょうか。もしかしたら住所で検索すれば Google が出てくるかもしれないので、ぜひぜひ試してみてください。という感じでチャンネル登録お待ちします。